皆様ご一緒に、えいえい、おー。はい、では今週も入ってまいりましょう。乾杯。乾杯。マジで。変わりませんね。うん、暑いから毎日ね。さて、今日はカードを何か皆さん手元に何かでとぼけてますけど。はがきやね。はい。はがきを。はがきを。はがきを。帰ってきてくれ。今日はさ、残暑見舞いを。過去ね、はい、誰に、そうそう、みんな誰にか決めよう。あ、うんうん、チャーリー誰にする？僕が決めていいですか？うん、自分のやで。あ、僕の。そんなのアイドルに送るとか。松田聖子とかな。そうなんだね。瀬川英子とかも返事来るから、もしかしたら。あ、そんなんあかんで、そんなんあかんで。誰に送るの？誰に送るかな。誰にする？うん、送る人がね。誰決めて。鈴間んで。ああ、じゃあ、あの、別れた彼女。おお、すごい。いや。え、マー君は？僕はお世話になった韓国クラブのホステスから。それはいいよ。ちょっと、まあいいわ。後で内容をね、どんなんか分からへんから。で、私は田舎の両親に、あの、ちょっと長らく会ってないんで。はい。じゃあ私の、じゃあ別れた彼氏とか言ったの。おっと。なるほど。じゃあ行きましょう。はい。なんなん、ゲーム取らんやねんから。な、残暑見舞いのおはがきを書くんやからな。はい、うん、どうぞ。ダランダランって言ったけど、後ろで音楽鳴らねんちゃうの。夏の音楽。悲しいやつ。悲しいやつ。夏がなんとかって鳴られてんだ。はい、どうぞ。お元気ですか？それだけで、それだけで、それだけで、長いこと、私が呼んだらあかんから、長いこと会っていませんが、お元気ですか？なんで笑ってるの？あかん、あかん、すみません、はい、悲しいこと思う。すみません。で、あれもなんかいろいろエピソード知ってるから、ね。そうやな。涙出るからな。僕は元気です。ほんまに長いこと思ってないですね。まあ別に会いたいとも思ってます。待って、返事来てる。私もです。なんじゃこの野郎。返事来てました今。まあ本当に毎日暑くて、うん、あの、死にそうに暑いですけど、まあ、体だけは気をつけてください。それ以外特に何の思いもないです。それではまた機会があれば街中でどっかで会うかもしれませんね。さようなら。なんだそれ、さようならって。あ、そう、番組中に返事来たらそれは読もう。あ、ファックスか。ちょっと、あ、そう、ちょっと後にしようか。ちょっとそれ私も、あの、帰ってきたんで、はい、5年は帰ってませんね。元気してますか？私はその間に結婚もしました。そうついたら、え、じゃみんなに隠しててんの。お母さん、子供ももう3歳になります。何歳で産んだ。本当に皆さん元気にしていますか？私はおかげさまで元気にやってます。その後インバウンドで交通費も高くてなかなか帰れません。がしかし実は去年に離婚しました。ジェットコースター原因は私です。不倫をしてしまいました。
まあ、子供は私が今育てています子供だった子供だったまたそのうちインバウンドで料理が安くなったらパリに帰りたいと思います。元気にしててください。ちょっと電話1本ぐらい入れてください。電話1本ぐらい。どんなん？あ、私？私はどんなん？初中、あ、ちょ、残暑お見舞い申し上げます。僕が元気な頃、赤坂の韓国クラブで大変お世話になったホステスの皆さん、皆さんのありがとうございました。大阪へ帰る新幹線の中でバッグを見たら、2万円のパーケンが20枚勝手に入れられていたり、クリスマスにはこんな槍を渡されて風船パーンとついたら1万5000円取られたり、本当にお世話になりました。ちょっと待って、この思いがハガキ20枚とかえ、だって冒頭僕が元気な頃って言ってた。はい、僕も元気な頃ですよ、今は。ちょっと待って、50年ぐらい前の私。そう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 、若かりし頃。若かりし頃な、なるほどな。さあ、お待たせしました。ちょっと落ちに持ってこられてしまったんですね。いや、落ちじゃ向こうみんな本気。まだ何通もあるから。いや、何通も行くよ。まだ行くよ。まだまだ行くよ。参ります。はい、残暑お見舞い申し上げます。毎日暑いですね。お元気ですか。きっと丸々さんはこの夏もいっぱい焼けていっぱい汗をかいてエネルギッシュに頑張っていらっしゃることと思います。お互い年も重ねましたから、水分補給はアルコールではなく経口補水液で元気に人生を。おじいさん。お互い楽しんでいきましょう。相手でもおじいさんやな。年齢的に。年齢的に。イメージ今の話からすると。体調悪くなったら。え、それ老人って。老人ホームに送るハガキやろ。なんこれ。ちゃう。物忘れしないようにメモをしっかりとって。夏を乗り切ってください。多分介護士が横で呼んでくれんねん。来たよーっ、ね、おじいちゃんこんなん来たよーっていう感じやな。相手はそうじゃん。間違いないです。ジョージで。ジョージ相手ジョージの。すごい、ね、ジョージやったやん。ジョージでしたね。知らんかった。今日初めて返事来てる。返事読んで。お久しぶり。おなんて。私も元気。ちょっと待って。いいねいいね。私も元気。私も元気してるから。さようなら。もうこれはさ、今回限りも送らんといてってやつやな。そう多分ね。お互いに。ね、お互いにね関わり合う。未練なし。未練なしですね。そうですね。でもさ、なんか今こういうのもらうとかあげるって、ね、なかなかないから、字、うん、とかもね、うん、書くことがないけども、上手喜んでると思う。